チューリヒ市交通局、チューリヒ市交通局、チューリヒ市交通局は、スイスチューリヒ市の産業局、DIV、デパートモンレアインダストリエリンビトリブに属する公共交通を運営する支援組織である。バーキスピトリブズリックは、英語にすると、トランスポーテーションサービスチューリヒといった意味の言葉であり、日本語では、支援事業であることから、 よく中立市交通局と呼ばれている。以下の記事では、略称の VBZ という名前を使用する。VBZ は、1896年に、中立市営道 STSTZ、主シャ・ストラスンバンズリックとして設立され、今日まで市内の近距離交通を担ってきており、1990年に、 設立されたチューリヒ交通連合において輸送サービスを提供する8事業者のうちの一つでもある。VBZ は年間約3億人の旅客を輸送しており、そのほぼ3分の2は路面電車によるものである。輸送量は約6億人キロである。VBZ の職員は約2200人である。他のスイスの大都市と同じく、 中立ヒでも路面電車が運行されており、13の路線がある。VBZ は、その他に中ヒ市内に6のトロリーバスの路線、16の路線バス、11の地域バス、クワルタイヤーバスリニアン、ディストリクトバス、27の地方バス、リージョナルバスリニアン、リージョナルバス、さらにジギブリックのケーブルカーを運行している。この他に、 VBZ は3つの私鉄に営業を委託しており、ポリバーン、アブス所有のケーブルカー、ドレダー鉄道、1973年、イコーラック式鉄道、フォルヒ鉄道、メーター、ゲージの鉄道がある。1896年、チューリッヒ市は、市営の企業、チューリッヒ市営機動、STSTZ、シュテティシャストラスンバンズリックを設立し、 その後民間企業のチューリッヒ電気軌道 S エレクトラスキストラ1000番ズリックを買収した。この会社は1894年からチューリッヒで最初の電化された路面軌道をベルビュー、ベルベとブルクビース、バービスの間で運営していた。1882年から馬車鉄道を運営していたチューリッヒ軌道会社ツアシャストラスンバン AG が1897年に 市に買収されて、市営軌道に編入され、さらに1931年までに6つの会社を合併した。1927年、最初の市営路線バスが、チューリッヒ市営軌道自動車営業所、クラフトワガンビトリエーブデアスターティスケンストラスンバン、ズリックによって運行開始された。1939年から、最初のトロリーバスの運行が開始された。 1949年3月、路面電車部門と自動車部門は合併され、中立市交通局 VBZ バーキスピトリブデアシタットズリックが設立された。1968年から路面電車の屋根に取り付ける広告の販売が開始された。翌年自動券売機が導入されて、最後の車掌がいなくなり、セルフサービス式の運賃支払いに変わった。 1978年に、2008年現在でも、使われている名前、バーキスピトリブズリックに、名前が短縮され、また、VBZ ザリーリニエのブランド名が導入された。2007年、チューリッヒの旧型電車、VBZBE4、4型電車カーペファンが、ウクライナのビンヌイツヤへ売却された。VBZ とその全身事業者が使用した車両は、 チューリ広面連写博物館協会 TMZ ファイントラムミュージアムズリックが良好な状態で保存しており見学が可能である。また2007年の精霊降臨祭5月27日からブルクビースにある同盟の博物館も公開されている。VBZ の系統番号の構成は1950年代からのもので、それ以降今日に至るまで 小さな変更のみで使われている。もともと1から20は定期運行の路面電車に21から30は臨時運行の路面電車に31から60はトロリーバスに61から99は路線バスに割り当てられていた。数年後には臨時運行の路線はなくなり、この領域は1990年代まで使われないままになっていた。 あまりに楽観的に割り当てられていたトロリーバス用の領域は、その年のうちに路線バスにも使われるようになった。1990年5月の中立日交通連合の運行承認後、市の境界を越えて運行されるバース路線の大半は3桁の番号を付けており、各地域に割り当てられた古い長番号を元にしている。路面電車用には20までの系統番号が、 割り当てられているが、1980年代以降、実際に使われているのは15までである。識別を容易にするために、各系統には色分けが定められており、系統図や伝帝に掲出された、ボード、電車の表示にこの色が使われている。しかしながら、2系統と15系統はどちらも赤、3系統と11系統はどちらも能力、4系統と9系統はどちらも紫である。 VBZ の路面電車の総延長は1998年以降1 0 9トルで、そのうち2トルは1986年に開通した朱場面電源へ通じる地下トンネル区間である。1系統は1954年にバス路線に置き換えられ、さらに1958年に現在のトロリーバス31系統に置き換えられた。系統番号は 将来の系統復活に備えてそのままにしてあり、交通網計画の検討によればこれは2025年以降にならなければ実現されない。12系統は1964年にノルトブリュッケ、ノードブリュックへの路線が廃止されて消滅し、残った区間は4系統となっている。計画によれば、新しいグラッタル鉄道線の第三段階空港、グラッドパルク、グラッドパーク、 アウツェルク、オーゼルグ、シュテットバッハ、ステットバックが200年12月から12系統として運行を開始する予定である。1954年以降で初めて、1976年に4系統が、シュポルトプラッツハルトトゥルム、スポートプラッツハードタームからベルトヘールズリ、ワードホールズリーまで路線が延長され、さらに1998年に11系統が、ハレンシタディオン。 ハリンステイディアンまで延長された。2006年夏には VBZ は将来の鉄道網計画について発表した。新線構想は今後およそ20年を検討しており、都市開発のデータに基づいたネットワークの拡張と再編を含んでいる。2006年12月10日、アウゼルクまでの11系統が延長され、1931年以降で初めて VBZ 以外の路線となるグラッタル鉄道の第一段階がグラッタル交通局 VBG によって所有されている。2007年3月22日、既存の5系統がラウベック、ローベグまで延長された。運行時間帯はショッピングセンターのジールシティの営業時間に合わせられており、運行コストはチューリッヒ交通連合との成果協定により2008年12月まで、 かなりの部分をジールシティの建物所有者が負担している。使用されていない系統番号16から20は通常 VBZ の内部で路面電車の計画を示すために用いられているが、これは後に実際に割り当てられる系統番号とは何の関係もない。このため1970年代から1980年代にかけて16系統と17系統は シュワメンディンガー線、シュワメンディンガーリニアンの計画を示すために使われていたが、開業後は7系統と9系統を名乗っている。2006年の路面電車網計画では、ハルトブリュッケ、ハードブルックを経由する計画上の路面電車路線が16系統、17系統と呼ばれている。1990年代には18系統が、 トラムチューム中立ベストのプロジェクトを表すために初めて用いられた。この計画はかなり進み、2007年に市民に公表されて財務に関して住民投票が行われ、51,802対22,941で可決された。その後2007年11月、中立ヒ州も提案に賛同した。路線の運行開始は2010年12月に予定されており、 4系統となる見込みである。2007年にブルクビースの車両基地へ、チューリ広面電車博物館 TMZ が移転し、都心部と博物館を結ぶ博物館線ミューズアムズリニーと称される21系統が特定日に旧式の電車を使って行される。この系統番号は1970年代まで散発的に運行される臨時系統として使われていた。 23系統から25系統は、リディブリックケーブルカー、ポリバーン、ドルガー鉄道に割り当てられている。都市内部の路線には、小さな番号が、外部への路線には、大きな番号が割り当てられている。トロリーバスの路線は 54km、路線バスは 89.9km、地域バスは 30.7km である。地域内の路線網は、 総計 212.6km ある。その他に、バスは、チューリッヒコサガン、グラッタル、リンマッタルを運行している。チューリッヒ交通連合内の地方バスと、同じくこうした路線は3桁の番号を持っている。金曜日と土曜日の夜には、チューリッヒの運行時間終了後に14の夜間バス路線が運行され、この一部は、近隣の町へも運行している。 2006年12月以降、路面電車の車両は3つの使用形式からなっており、BE4、6系、ミラージュ、ミラージュ、BE4、6系、BE2、4型、BE4、8系、トラム2000、トラム2000、そして最新型の BE5、6系、コブラ、コブラがある。コブラは全長36メートルの超低小電車で、7つのドアを備えている。 この車両には、車軸がなく、車体に独立車輪を備えている。コブラの後継車両選択のため、コンビーのフレキシティのデモンストレーション走行が2010年に行われた結果、2016年5月に、ボンガルディアが展開する路面電車ブランドであるフレキシティを導入することが決定した。2018年5月に車両のデザインが発表され、 実車は2020年5月に営業運転を開始する予定となっている。2006年国際入札を経て1988年から VBZ へ35両が製造、納入されたメルセデス・ベンツ40を 405GTZ を新しいヘス社のバスで代替することが決定された。発注されたのは16両の2連接トロリーバス、スイストロリー3と、 17両の3連接トロリーバス、ライトラム3である。最初のスイストロリー3、車両番号144は、量産先行車両として2006年7月20日に、引き渡されて一般に公開され、9月から運用を開始した。車両番号145以降の量産車両は2007年1月に、引き渡しが開始され、さらに2両のオプションも実行された。引き渡しは、 順調に進み2007年8月からは、ライトラム3へと続いている。ライトラム3は、チューリヒで営業される最初の3連接トロリーバスである。従来型車両より7メートル、長いため、31系統と32系統のいくつかの停留所が改修された。特別な機械、目的で VBZ と契約して、電車の改造をすることができる。 広告キャンペーンなどでは50万スイスフラン、2008年6月の、レートで約5200万円ほどの費用がかかり、また特別電車を特別であり続けるようにするために、VBZ でプロジェクトを慎重に選択している。大抵の場合、そのような車両は2年間走り、場合によってはそれより長いこともある。特別電車の中には、自己広告のものや何か宣伝されたテーマに関する、 ものもある。クリスマスの時期には毎年、おとぎ電車が運行される。また、VBZ はキッチンを備えていて走るレストランとして、使えるレストラン電車を所有している。この車両はグループに貸し出すこともでき、冬にはフォンデュ電車として走る。またこの他に、カーゴトラムが存在する。電動車が貨車を牽引する方式で、沿線10カ所に設けられている。 集積所に集められた廃家電、家具などといった粗大ごみを月に数度を回収し、処理工場に運搬することにより、リサイクル率の向上やゴミ収集者の削減等から環境にも配慮するものとして活用されている。UEFA 欧州選手権2008に際して、VBZ は初めてトロリーバスを特別バスへ改造した。八つの前身事業者の買収を反映して、 路線網に車両基地が点在している。年を経るにつれて、小さな車両基地はより大きな車両基地に置き換えられている。当初中にあった車両基地は現在では、ハルト、ハード、イルヘル、アーチェル、カルクブライテ、カルクブライタ、エリコン、エリコン、ボリスホー方ン、ワリショウファンの5箇所に集約されていい。これ以外に2箇所のバス車庫、1つのバス基地、 一つの中央工場がある。グラッタル鉄道の建設に伴い基地の容量拡張が必要とされている。このため、エリコン車両基地は間もなく移転拡張される。かつてのバルタウ車両基地は2006年秋まで使用され、その後チュー中立広面連射博物館として使用されている。2007年5月24日、ブルクビース車両基地跡に、 ブルクビース・ロメン電車博物館が市議会議員のアンドレスとユアラー、アンドラ・スターラーとマルティン・フォレイン・ウィダー、マーチン・バラン・ウィダーを迎えて公式にオープンした。バルタウ車両基地は保存協会の旧式車両用の工場として使われる。1975年にアルトシテッテンに開設された中央工場はゼーフェルト車両基地の工場とエリコンバス車庫の工場を置き換えた。 簡単な補修作業は、車両基地や車庫でも可能であるが、本格的な点検、修理、改造は、中央工場に任されている。1990年代から、中央工場の敷地には、VBZ の司令センター、銀の玉、シルバーワーファルト、補選部門も置かれている。この拡張では、スイス国鉄のアルトシテッテン駅のそばにあるかつての、スイス鉄の工場、 ヘルデルン工場から標準機の線路も引き込まれている。この線路を使って、保線基地へ定期的にレールが運び込まれており、また、路面電車の車両も標準機の台車を使って運び込まれる。これに加えて、フォルヒ鉄道の車両についても、その車両基地で処理できる以上の作業はこの工場で行われている。シュバメンディンゲンとミルヒブック停留所の間のトンネルでは、 電車は左側の線路を走っている。チューリッヒの路面電車の車両は右側にだけドアを持っているので、この区間の停留所には珍しい島式ホームが存在している。線路の入れ替わりのためにシュバメンディンガープラッツ停留所の直前に平面交差がある。ミルヒブック停留所付近にはあまり目立たない立体交差がある。これはかつて1972年に 中立市内に計画されていた地下鉄計画の名残である。当時政府や産業界によって路面電車を廃止して地下鉄に置き換える計画が進められたが、翌年住民投票によって反対票が過半数をかろうじて上回り廃止を免れた権威がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。